おはようございます。グレです。今回ですね、スプラトゥーン、ちょっとやっていきたいんだけど、ラクト450ってやつ？ラクト450っていうもう意味わかんない武器ちょっとね、解放できたんで、ちょっと使っていきたいんですけど、これね、どうやるんだっけ？あ、試し撃ちで、試し撃ちでね。試し撃ちも言えないんだけど、まあ、とりあえずさ、この武器が結構早くたまんだよね、これ、ほら、わかる？ピッ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 みたいな感じで、これ弓矢武器で今回から実装されたみたいなんだけど、全然濡れない。足場も濡れないし、これどうなのって感じなんだけど、実戦では使ったことなくて、試し打ちでしかね、使ったことないんですけど、まあ普通にね、こうやって連射したら結構濡れるから、まあ塗るときは連射なのかなーとか、でも結構奥の方が濡れるから、自分の足場が濡れないっていうね、追い込まれたら終わりな気もするけど。ただこの武器ね、3本、あ、2本だったけど、3本ね、こう当てることができたら、こう倒せるみたいなのよ、一発でね。結構遠いところからでも倒せるみたいで、これ、この距離でも倒せるみたいなのよ、3本当たると。ほら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 。だから、使いこなしたらめっちゃ強いんじゃないかなっていう。なんで今回ね、使っていきたいんですけど、あ、カーリングボムだ！あ、これいいよね、カーリングボム。めっちゃ好きなんだよね、俺これ。イカ人形とも相性いいしね。で、マルチミサイルで。仕様変わったのかな？まあ、とりあえずちょっと打ちながら。おー。あー、かわいい！かわいい！ 威力やばすぎん？あれなんだよね。線が見えないみたいなんだよね。チャージャーみたいに。チャージャーだと線が見えちゃうみたいなんですけど、この武器は見えないっぽいんだよね。だからそれが強みでもあるっていう。あ、かわいい子いる。わー、強そう。わー、相手強そうなんだけど。ねえ、相手強そうなんだけど。まあ、一応塗りなんで、こう、普通にこういう感じでね、こう塗っていく。のでいいのかなっていう感じはするよね。ちょっと めちゃめちゃね、俺、久々に実況撮るから、そうそうそう。で、どういう感じで使うのがいいんだろうね、これって。待って使い方がわからんの。ねえ、もうちょっと優しくして、俺に。ね、俺に優しくしてよ。マルチミサイル。いいよ。来る？でもさ、ブラスター系絶対相性悪いよね、この武器ね。俺からすると全部相性悪いんだけどさ。まあ、塗ったまま勝ちなんでね。あ、ドリンクある。ドリンクもらうとね、めちゃめちゃね、それそれ、これこれこれ、加速するみたいだから、来てる？このカレーかかかあかはあ、ナイス。 もうね、俺ね、もう、下手だからね。下手だから言わして。言わしてほしい。これで倒す。いい。ほんと下手すぎないね。まあ、これから上手くなっていくんだけどさ。これから上手くなっていくんだけど、まあ、とりあえず一旦はいいんじゃないかな。久々っていうのもあるしね。全然俺やってなかったんです、ブラジル自体。これは強いよ。このミサイルは強いよ。ねえ、このミサイル、これサブなんだっけ？あ、カーリングもあるから、こうやって潜伏もできるのね。はい。後ろ来てる。後ろ来てるよ。危ない危ない。そうか、足場濡れないからね。そこだけ注意必要だって、大体ね。そこだけ注意必要だわ。勝つ。オッケー、いいね。いいね。いい感じだね。来てますね。ここでラクトが。いいね。今のは結構いい感じ。よし、いいよ。 いいよ。まあ、スプラシューターでよかったけどね、あの距離感だったら。もうちょっとね、多分距離と保った方が、この武器的にね、本当の力を発揮できると思うので。うー、待って、待って、いいね。で、このまますあばいいよ、いいよ、素晴らしいよ。これさ、人の速度、アップとかさ、積んだら結構いい感じになるのかな。どうかな？こうやってさ、横に移動してるだけでさ、結構、前線いけそうだよね。割とね。あー、くそ、あー、めっちゃ黙っちゃった。ごめんね。あ、ドリンクあるからさ、めちゃめちゃさ、帰ってくるの早かったね。さあ。どこ行った？どこ行った？後ろにもいる。ねえ、もう無理なんだけど、これ。ねえ、無理なんだけど。ねえ、これは無理なんだけどね。こんなの無理だって。
あーマナが取ってたのにね。いいとこ見せれたのかな結果的に。あれ待って大丈夫、あなんかさ前回さあの動画止まったからさそこだけ心配なんだよね一番。もうなんか勝ったか、0.01 なんだけどねえ、0.01 なんだけどやばくないね、これ奇跡が起きたわね。やっぱ俺が一番いかついな。さあ続いてもやっていきましょうか、さっきと同じようなチームで。さっきやったのが結構真ん中を陣取ってたんで今回裏取り系のねあれにしようかなと思います。さあ行きましょうか。ちょっとねあのスタイルを変えてった方がみんなもね嬉しいと思うんで。本当に本当に嬉しい。もう自陣俺濡れないからみんな塗っといてね。俺この武器結構濡れないからさ自陣ちょっと塗ろうよ。あでもマルチミサイルだからさ俺最初貯めてってもいいよな。範囲内にこれ入るもんね。でも敵倒しちゃってるから味方がねしっかり倒してるから結構いい感じですね。でこのまま進んでいきます。いいですね、自陣塗りもね大切になってくるんでね。ほい、いいね、仲間がほんと強いよねこれに関しては。ほんとに思う、仲間が強いよねって。よし、あのローラー振らなかったね。縦振り使ったら俺やられてたけど、確実に確実にやられてたけどね。さあ裏取り続いてするんでまあある程度ねこの辺は保ちつつちょっと裏取りをしていきたい。今回来たね、来てる。はあどこ、待って、あギリギリじゃん、もうめちゃめちゃギリギリじゃん本当に。これ後ろに下がってよし2人に打ってみましょう。このまま行きます、助けるよ仲間、俺は仲間を助ける。助けれた、わかんない。あ助けれてないんじゃない、大丈夫かな、そこだけね不安なんですけど。一旦ね自陣塗りをねしっかりしときましょう。自陣塗りをね、自陣塗りをこの辺ちゃんとしっかりしといて。オッケーオッケー、自陣じゃないねここ。ごめんなさい、ここ自陣じゃありませんでしたけど、裏取りをしっかりします。楽しいなやっぱりやってみるとね。ちょっとあえてねちょっと前線出て後ろのお手伝いするってのもありやね。後ろでパシパシ打って、あー待って、ナイス。え本当にさ仲間が上手すぎないよ本当に、サポートといいなんといい本当に思うけどね。本当に俺何もやってないもん。威力がやっぱね、あの当たんないと威力が低いよねこれ。3発くらいだったもんねさっき、2本ぐらい当たった気もしたけど遠すぎたらやっぱり攻撃力とか低くなると思うから難しいよねその辺が。いやこれ使い慣れる人本当にすごいと思うわ。これ面白いね。これ面白い、大丈夫、あこっち来てる、こっち来てるよねえ、こっち塗られてない、ちょっと待って、この辺塗られてるよね、危ない、大丈夫か、この辺いるよ気をつけて、俺も手伝いよ、いる、危ない、ああ待って大丈夫、俺がやる、あー待って、あナイス、生きてる生きてる、よしよかったよかった。カーリンボゴボム、いやガキちゃんだんだねえ、カーリングボム。俺完全にブラスターにやられたと思ったらカーリングモブだったんだね。え何あの渦巻きみたいなやつ、なんか今から台風近づいてくるからちょうどいい時期だね。さあ来ました、待って3連続で同じ。ごめんなさい、これカットになるんじゃないこの動画。いやだってさ3連続同じところって嫌じゃないさすがに。ねえちょっと待って、これカットになっちゃうかもしんないな、ちょっとどうしようかな。まあ一応カットしない程度で実況するわ、うん、一応ね一応カットしない程度で、もしかしたらミラクルショット決まるかもしんないからさ。でこの辺で塗っていきます。とりあえず塗ることはね重要視されるところだと思うんで、あ真ん中に2人いるんだね、なんかある意味マーキングっぽいよねそのやり方としてはね、ね本当に思うけど、いいね、勝つ、俺は勝つ、勝ちたい、はあ相手も結構エイムがあんまりですね。わちゃわちゃしてる感じが出てる、俺はここに引きつける、勝つ
勝つ、絶対に勝つ。よし面白いな本当に。これ大丈夫、チャージャーにやられんじゃない、こんなとこいたら。お前こんな前線に出る武器じゃねえよって言われるもんね。ちょっとこの辺ね塗っていきましょうか。塗っていきまして、ちょっとマルチミサイルどうかな、せっかくだからマルチミサイル撃っていった方がね多分ねみんないいと思うから。もう全員当たる、これは強いんじゃない、さすがに強そうだけど。これさ、マルチミサイル撃つときさ相手の位置わかんのいいね、めちゃめちゃこれ嬉しいかもしんない、本当に思うけど。うん、あんまね前線攻めすぎるとね、あのあれなんですよね、チャージャーにねやられちゃうんで気をつけないといけない、その辺その辺ね、あの注意点ですね。さあこの辺ちょっと行きまして、ちょっとマップ確認しようか。真ん中ちょっとやられてんのね。あー大丈夫かな、チャージャーにやられてますね、大丈夫かな。いいね、うまい、今のうまかった、いいプレイが見せれたんじゃない。あー待って、いやマルチミサイルマジで強いんだけど、マルチミサイルが強すぎるんだけど本当に。てかね仲間が強いこれ本当に思うけど、俺何もやってないもんめちゃめちゃサポートしてるもんね。ちょっとあえてこっち行ってみるか、動画的にも面白いよね、面白くはないけどね、本当面白いと思うよ、こっちこうやって行った方が。 OK、 いいね、大丈夫かなこっちらへん、一旦俺は戻ります。え相手さん全滅してますね。いやすごいなこっちの推しが、推しがやばすぎる、推しがやばすぎるっつったら俺の推しエナーなんだからさ、なんかエナーなんかやばすぎるみたいになってるよね。俺やることないもん、ちょっとこの辺ちょっと守るしかないもん。ちょっとマルチミサイル撃っとく、うん、あんまり見せ場なく終わっちゃったまあこんな試合こんな試合でいいかな。うん、ひとまずまあラクトのいいところのチャージダメ、チャージが早いというところはいいとこ見せれたんじゃないかな。はい、68めちゃめちゃ圧倒的したな、圧倒的でしたな日本語がおかしいっていうね。はい、こんな感じで、まずこの武器俺強いか弱いか判断します今の段階で。まあこの武器もいいとは思うんだけど、まあ仲間が強かったかな